洛南高等学校並びに同附属中学校です。よろしくお願いします。6月の19日にオープンキャンパスを予定しています。子どもたちの元気な挨拶と、丁寧なおもてなしでお待ちしております。よろしくお願いします。9月10月には体育祭文化祭もあります。元気な姿を見てもらえると思います。どうぞよろしくお願いいたします。限られた時間ということなのですが、早速私事から、始めさせてもらいます。私今洛南の、中学高校とも、障害部長ということで、入試候補の、係させてもらってますけれども、ついこの間の3月まで普通に学級担任、させてもらってました。30年間ほど、させてもらってたんですけども、先ほど相談コーナーにお越しいただいてて、洛南は高等学校課程3年間担任変えませんよなんていう話をしたばかりだったんですけど、私は高校1年だけ持って、はい、卒業、あなた入試候補の仕事をしてくださいということで、4月からこの仕事をさせてもらってます。で、そんな形でちょっと突然な形で担任を卒業させていただいたんですけれども、そうなってくるとね、自分が学校の学級担任ということでどういうことができたかな、反省というんですかね、振り返りの機会を、与えてもらうことになります。立場が変わり、洛南の最近は新しい先生が、たくさんお越しになっているということもあって、新人の研修会というのが、3月の末にあるんですね。私も立場が変わって初めて参加させていただきました。その会には校長先生とか副校長先生とか、生徒指導の先生とか私のような広報の仕事の方も呼ばれたんですが、同時に担任業先輩とかね、今僕がベテラン担任業をやっておられる、先生方も、講師として招いて、新人の先生方にお話をするということで、改めて担任の心得というのを立場変わったところで聞いてみると、洛南の担任すごいな、ことを感じます。あるとも担任の先生がおっしゃったんです。教室に遊びに行きましょう、ね、休憩時間は教室に遊びに行きましょう。いいですか、監視じゃないんですよ、監督じゃないんですよ、遊びに行きましょう。毎日のようにふらっと自然な形で教室に溶け込む一員として教室に行きましょう。で、教室の空気を吸いましょう。そしたら教室のその日その日の変化が分かる。なんかいつもと違うな、いち早く分かる。傘立てに傘が忘れ物で残ってる、掲示板に押しピンで刺してる掲示物が1個外れてフラッとなってる、それをほったらかしのままにしてるこのクラスなのか、それをきちんきちんとこまめに直してくださるクラスの子がいるのか、今日は何かいない、あるいは掃除が終わった後の教室、何か教室の隅に残ってる紙粒、ある先生はいつもと違うその紙粒でから教室の中にからかいがあると発見されました。教室に足を運んで何かいつもと違う落とし物がある、何だろう、友達にね、子供たちに聞いてるうちに何か誰それ君が誰それ君からかってましたよということ、いじめという例えばいじめというものもそうなんですが、若い、中学生高校生をお預かりすれば、多感な時期で、それは毎日毎日いろんな波があると思います。全くいじめの目もない、からかいの目もない、そういう学校というのは本当ないと思います。ただうちの学校の本当に担任さんよく頑張っておられると思うのは、そんな風に教室に足を運んで教室の空気を吸って、そして子どもたちに声をかけ、今日これ頑張ってるんやな、あ、この予習やったんやな、大変やな、頑張るよ、そんな風に声をかけながら教室のちょっとした空気のよどみ、濁り、変化、こういうのを察知していろいろなこじれを本当に傷の深くならないうちに、上手に積んでおられる。自分自身がね、担任をやってる時に果たしてそこまで十分できたかどうかというと、なかなか薄味の担任で、心もとないところもあったと思うんですけどね、またそんな付き合いで、いいよと言ってくれる子供たちもおりました。
まあ、とにかくまず申し上げたいのは担任が命です。担任というのが本当に色濃く生徒に関わっていく学校、これはもう中学も高校も変わりません。高等学校では先ほど申し上げたようにクラス替えもせず、3年間責任を持って、まあ責任を持ってたらそんなにいい過去のものじゃないんですけど、本当にその子のことを近く分かって、最終的な進路指導をしていける、これが洛南の大きな、魅力であり力だと思っています。ちょっとそんな学校であるよということを想像を頭に置いていただいて、中高それぞれの、学校案内を開いていただければと思います。持ち物それぞれ別でもね、大体の似たような構成になっています。1ページ開けますと学校案内本紙の方です。高等学校の方はこちらの表紙です。いずれも表紙を開けますと出てきますのは手を合わせる、こういうことにだと思いますけれども、東京駅近く東寺というお寺がございます。新聞紙のお寺です。この新聞紙の開祖であります、この空海が平安時代にお作りになった、これを楽団の源元として考えて出してもらって、空海が学校を作りになった、その時の心は何やったか、人材の育成、どんな人を育てたいか、それが中高学校案内めくってもらった次のページになります。中学高校とも次のページ開けますと宝器を持った男女ということになっていますね。掃除をする人、こういう人に育ってほしい、掃除さえできれば。でも掃除ってとっても大事なことなんです。これと並んでもう一つ学校が大事にしていることが挨拶ということです。内部にいる人間からしたらまだまだ、物足りないということもあるんですけれどもね、外からのご来客の方にお話を伺うと本当に気持ちいい挨拶をしてくれる学校だとおっしゃっていただいてます。挨拶をするというのは自分が一人で生きているのではなくて周りの人たちと一緒に生きていることもあるし、そして人と一緒に生きていくんであれば必ず回ってくるのが掃除当番です。子どもたち、掃除当番好きやという人と手を挙げてごらん。はい、今日は好き。はい、今日は正直な子が非常に多い説明からね。はい、正直ね、掃除当番好きで好きでもう嬉しくてたまらない子はいないんだけれども、でも掃除当番っていりますよね。掃除当番がいるから今日も綺麗な教室で気持ちよく過ごすことができる人たちがいる。陰ながら掃除当番に感謝ですね。私たちはそんな人に育ってほしいんです。みんなと一緒に生きる、みんなで一緒に生きてる社会には当然いろんな問題がある。でもその問題を自分が解決して喜んでくれる人がいるんであったら嬉しいな。掃除当番を一生懸命やる気持ちっていうのはそういうものなんです。中学高校のまだ心若い時に気持ちの感覚としてそれを当たり前のものとして身につけてほしい、それが洛南の願いです。これにのっとって次のページ行きましょうか。中学高校とも、授業を聞く、少年というようなね、ページになってくると思います。勉強って何のためにするんでしょう。僕たち私たち、いつまで勉強する気ですか。中学受験で勉強終わりとか思ってないかな。頑張んなよ、中学校入れたらもうあとはもうなんとかなるから中学校入るまで頑張りや、とあるいは大学受験まで頑張りや、大学さえ入ってしまえばなんとかなるから、なんていうふうにお尻叩かれてませんか。勉強はいつまで続くか。一生続くんです。ずっと続く。大人になれば科目が変わってきますね。今であれば三国理社、
ね、中学に入れば英数国理社、大学に入ればそれぞれの専門の科目でもね、お父さんもお母さんもそれぞれの仕事でそれぞれの勉強をされてます。勉強する、学ぶということは実は一生変わらないことなんです。その時に必要な力というのがあると思います。私はよくあの勉強のことを、山登りに行ったと、いろんな山がある。今日あの洛南は学校行事であの遠足に行ってます。今日もどこかのクラスが山に登ってます。中にはね、この山の中にはケーブルカーのついてる山がね、えちらおちら登らなくてもケーブルカーでピューッと頂上近くまで行っていい眺めだなという山が、その同じ山に登るのにどっちがいい？確かにケーブルカーでピューって行く登山にも意味がある。勉強にも多分ケーブルカーってあると思うんです。この参考書いいで、ね、〇〇という塾に行ったらいい先生いていい授業してはるで、こういうこともあると思うんです。そこに聞いたら本当に点数を取るためのコツを教えてくれはるで。でもその山登りはそれで終わりです。次の山行く、次の山ケーブルカーあるかな、あるかもしれません、ないかもしれません。でもやがて大人になっていくまで学びは続く。その続く学びの中でどこかでもうケーブルカーのない山っていうのに出くわす。お父さん方お母さん方そういう山に出くわして今一生懸命仕事されてるんじゃないでしょうか。もうあとは自分で考えるしかない。責任を持って、でもこの山もケーブルカーないんやったら登らへん、諦めよう。仕事をする学びっていうのはそんな無責任なことではいけません。学ぶ限りは責任を持って一歩一歩でいいからこの山を登っていかない。中学高校の間につけてほしい学ぶ力、それ何かっていうとまさに自分の足で登っていく自信だと私は思います。ケーブルカーでギュッと行く能力をつけることではない。自分の足で登っていく、当然周りの人の励ましがあって自分は頑張れる、一緒に歩く人がいて自分は頑張れる、ね、友達がいて学友がいて、あるいは親御さんに応援されて、あ、そうやって学びというのはできるんだと分かった子、こうすればどのような山でも登れるんやと知った子、これが自信のある学ぶ芯の太い学ぶ力を身につけた子だと私は思います。文科省的なことを言えば、大学入試改革、さまざまなことも言われてます。具体的なことがまだ見えてこないです。その中でこんなふうな工夫をもうやってますよ、ね、こんなカリキュラム組んでますよ、そんなことはまだまだ言えない学校ですけど、洛南が教えているこの学びの意味、自信を持ってやってください、芯を太く持って責任を持って学んでください。これはどんな風に入試改革が行われたところで通用することだと思ってますし、どんな内容か進み方もまたできることではないかな。ちょっと卒業生の話をしましょうかね。ある、まあ、私高校で担任した子の話ですね。高校課程では、まあ、中学課程もそうなんですけれども、あの学校行事が非常に盛んな学校なんです。これもまた最初に申し上げたみんなで生きてる、みんなのために生きてみよう、こうしたことの表れとして学校行事盛んにさせてもらっています。大体親御さんには怒られること一つあって、高校3年生9月この子たちに大体育祭を引っ張らせます。3年生が中心になって学園祭です、頑張ってくださいね、親御さんからは結構言われます。3年生ですよ、2学期ですよ、1学期の実力テストも終わって、ね、厳しい成績をもらった子もいます。ある生徒の話です。うちの応援団、体育祭では応援団長、これ一番偉いんですけども、それをサポートする参謀係、
1年生、2年生との連絡のパイプになったり、他のブロック、他のクラスですね、他のコースと練習場所の伝達を取り合って、学校中駆け回る三本学、私のクラスのある生徒がそれを買ってた、1学期の実力テスト、目指す第一志望の大学に対して B 判定、C 判定、大体分かりますかね、五分五分ってやつ。当然親御さん心配するのかなと思って、親御さんありがたかったですね。いや、楽なんていうのはそういう学校ですから、どんどんさしてください。私が最初に申し上げた、みんなと生きてる、みんなのためになることをやろうね、そういう子に育ってやっていう、そういう学校だし、そういう子に育ってほしいって、洛南にこうさしてたんやから、どうぞどうぞやらせてくださいと、その子、見事、体育祭やりに来ました。ただ、この話にはね、まだ続きがある。その子がもう一回、学校の表舞台に立つ。それがいつか、高校3年生の2月です。入試本番2週間前、3週間前です。で、彼何やったかというと、自分のクラスだけじゃないですね、体育祭で馴染みのできた他のクラスずっと回っているんです。国語の〇〇先生に特別授業をやってもらおうと思うんですが、参加する人いますか、手を挙げてください。あいつ名簿つけて全部の教室回って名簿つけて、で、国語だけじゃない、英語、数学、理科、これの全部の名簿を、まあ、もちろん友達の協力も得ながら作る。次は職員室、職員室に行って我々の時間割表を見る。何時間目空いてる、何時間目やねん、で、時間割り組んじゃうんですよ。ほんで私のとこに、先生、実は入試間近なので特別授業をやってほしいんです。そんなこと言ったって今から人集めてもう名簿できてます。先生らもな、卒業間近でいろいろ忙しゅうて、先生何時間目と何時間目空いてます。はい、わかりました。その子ほんまに偉いなと思ったのは、自分の勉強置いといて、みんなのためにみんな喜ぶんやったらこれやろうと企画して走り回ったの。担任としてはものすごく心配しました。さすがに9月じゃない先生、もうええやろ、お前自分のことやれよと思うんです。でも担任としては心の内で、だって僕らはこういう子を育てたかったんだな、本当に喜びとする時間でした。だってその子もう大丈夫でしょ、今年の大学受験失敗しても必ず次の年受かるでしょ。目指す第一志望でなくても、その子どこの大学に行ってもどこの学部に行っても絶対世の中で役に立つことになるじゃないですか。そういう確信が得られた、これは担任としてすごく自信を持たせていただいて、まあ、担任が偉いわけじゃない、本当にその子が偉いんですけれども、いい経験をさせていただいたなと思います。中学、高校とも実は目標とするところは、ね、そしてもう一つ、まあ、特に高校の、希望の方ですね、楽なんていうスタイルを知っていただく上では大事なことかと思うんですが、いろんな子たちに入学してもらってます。国立大学難関を目指して、附属中学の子、そして高校入学の子、また一方では部活動、最近、まあ、有名なところでは 100m の、桐生祥秀選手、洛南の生徒です。高校ではそうした部活動で力を入れてる子も、来ていただいて、いろんな子とかいろんな子がいろんな場所でいろんなことで一生懸命にやっていく。ただ一点ぶれてないのは、最初に申し上げたみんなと一緒に生きてる、みんなのために何か自分できるならなあかん、そういう気持ちでクラブ活動も勉強も取り組んでいただいてる。そこにおいてお互いが本当に敬い合って認め合ってるっていうのが楽な学年の、まあ、魅力だと思って私ながら思っています。一つそういう部分ですね、またそういうこと頑張ってる学校あるんや、また興味持っていただきましたら、チラシの方はですね、相談コーナーの方にも置いてます。今年は6月19日ね、オープンキャンパスという形で、公開行事させてもらってます。で、今申し上げた、3年生の涙ぐらしい、うましい努力の結晶ですね、体育祭は9月17日、
負けじと頑張ってる高校1年、2年、あるいは中学生の頑張りが見ていただけるのが、文化祭、9月30日、9月1日です。何よりぜひ子どもたちの姿を見てやってほしい。それがもう一番学校理解していただく一番の源になるんじゃないかと思います。本当にちゃんと挨拶してくれるかどうか、ね、元気よくもてなしてくれるかどうか、まずはその目で、見てやってください。そして興味持たれましたら、我々の、ね、オープンキャンパスでは我々の相談コーナーも作ってます。これはと思ったらそっちお越しいただいて、ぜひいろんな相談事を待ちたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今日お話はまた細かい話でね、中高それぞれあると思いますが、またそれはまた本日よろしくお願いいたします。本日どうもありがとうございました。